さて、今日もクレイちゃん狙ってガチャ回していこうかな。頑張って貯めたこの10個の無課金の石、頼むぞ。お願いします。うわー、今まで動画を楽しみにしてくださってた皆様、今日でお別れです。本当にありがとうございました。ここはゴールじゃない。いや、マジ無課金ってこういうことなんだよな。本当にごめん。無課金って本当に大変だわ。見てよ、これ。俺の今のキャラクター。まあ、スクロース出たからいいけどね。力になれるように。はあ、まあ、これで頑張ってっか、これから。ああ、そうだ。さっきキャラクター死んだからね。復活させよう。わお、わ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 、オーマイガー、ファイブプレイヤーキャラクター、ファイブプレイヤーキャラクター、オーマイガー、いやー、ファイブキャラクター、オーマイガー。はい、ということで改めまして、どうみさん、こんばんは。はい、ということでですね、今日はなんと禁断の技を、いや、教えるっていうか、ちょっと待って、勘違いしないでほしいんだけども、これを使えっていうことじゃないです。こういうバグがあるよっていう、本当に公式さんに動画を通して伝えるっていう動画ですね。はい、なので本当に悪用とかそういうのじゃないです。本当にそこだけ勘違いしないでください。お願いします。僕はこれを使ったことはありません。本当にたまたまなっただけです。皆様が誤ってこうならないように、今一度注意喚起も含めてやり方の説明をいたしたいと思います。本当に勘違いしないでほしいのは何度も言うけども、これを使えってことじゃない。むしろ使わないで。使うとバンになる可能性があるんで、俺もこれサブアカでやってます。あ、まあ動画見れば、動画見ればわかんないけど、サブアカになってます。本当に運営さんこれ、信じてほしい。俺は本当にメイン中でこれ一回も使ったことないし、今やったのが初めてです。はい、まずどうなってるのかっていうと、まあどうなってるのかっていうのを説明いたします。まず、使ってるキャラクターが一人でも死にますね。まあ死んだ後に、その番号を押すと、こうなりますよね。復活させるっていう項目が出てくる。で、そこで、クリックでメニューを開くんですよ。このメニューを開くと同時に、こうね、メニューを開くと同時に、死んだキャラクターのナンバーを押すと。4番。リサネ4番ね。はい。と同時にメニューも開くと、この画面に移動できるんですね。で、戻ると、この状態なんですよ。ってことは、これをね、ちょんと、やってチーム編成。で、亡くなってしまったキャラクター、リサオワをやられます。で、まあ、シャーリンとかにしとこうかな。で、こうした場合、まあ、ここにね、さっきいなくなってしまったリサネーが抜けましたよね。で、これで、キャラクター編成を終わります。そうすると、なぜか、この画面が残ってるんですね。で、これを復活をしてしまうと、さっきみたいに、となっちゃうんですよね。で、これで戦闘するとどうなるかっていうと、5キャラクター分の元素反応が起こせると。とてつもない、これはチート行為です。やめてください。お願いします。いや、これがね、まあ、本当に早々に分かってよかったですね。もしかしたらこれをすでに悪用して、戦闘有利に進めてる方もいらっしゃるかもしれません。ね。だって、海外とかでこういうの、てか、そもそもこのね、状況が見つかるってことは、使ってる人っていうか、なんていうのかな。見つけられるってことじゃ、人間が。たまたまかもしんないけどね。なので、絶対ダメだよってことですね。本当に、バンなりかねませんので、これ不具合を利用した、チート行為になりかねませんのでね。前回なんか、たこ焼きだっけ、たこ焼きじゃねえ、松茸か。松茸がどうのこうのっていうね、あって、それがなんか悪用してて、それが1ヶ月バンになるとかどうかっていうのがあったんだけどね。で、まあ、俺これメイン上がりやってないのは本当にそれは怖いからですね。まあ、今見てもらった通り、戦闘一切行ってないんだけども、これで戦闘すると、まあ、例えばそうだな。こうして、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 こういうことができちゃうんですね。もう全キャラちゃんと技も発動できてしまうので、やばいよ、やばいね、普通に。いや、一回これでボス勝ってみたいって気持ちはあるわ。普通にやばいわ。で、じゃあ戻すときどうするのって言われたら、まあ普通にこれ、違う画面に行って、何もしなくても戻れます。こうね、あ、戻れないの？マジで？え？マップか。マップでワープする。これで戻れるのかな？はい。もし誤ってなってしまった方は、まあ、早急にマップのチェンジをして、戻ってください。で、まあ、運営さんもこれを見て、まあ、これを見るっていうか、まあ、多分お問い合わせとかで来てるのかな？もしかしたら。まあ、記事になってるってことは、
ある程度認知されてるってことなんで、直されるかと思います。はい、直した方がいいですねこれね。ということで今日の動画は終わりです。まあ、こういうバグがありましたぞという記念動画でした。やべえ、これで俺バンされたらどうしよう。シャレになんないけどな。これでバンされたらどうしよう。本当にやばい。で、ちなみに、まあ、この動画がいつ上がってるかわかんないけど、今日の21時9時から中国の公式放送でバージョン 1.1、それの情報解禁生放送があるそうです。それを公式さんが速報してくれるので、それをすっごい楽しみにしてますね、今ね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。まあ、こういう動画はあんまり出す予定ではないんですけど、普段は攻略動画ね。まっとう真面目な攻略動画出しております。よろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。